いや。俺ホストだったら東大好きだったぜ。王様の特権。うん、王様の特権。いや、芋のだけだよ、マジで。犯罪者がいるんですか、このセッションに。いますよ。だから何ですか。うわマジで。俺じゃい。あ、TJ さんですか。TJ さんはパワーの高級。誰が下着泥棒だ。仲間しいんだよ。え、TJ さんが犯罪者ですか。え、ハマの高級いいの。ハマで。た。おいよ、ハマのパワー。ハピカとかの先生に。いろいろ。なんですか。ほんま。フレンズでも私。あ、チーター行為の方がいるんですね。俺除外したのは浜野浩介。あ、あら、あ、ここはあなたのセッションですか。YouTube 見させていただきます。ハマって、ハマって。どうしたの？固有名詞あれはないけど、ね。ハマって。うん？久しぶり。お久しぶり。どこだったの？え？待って、リク、待って、何？犯罪者ここにいますって。いや、ちょっと待って。ちょ、犯罪者、みんな構成させようぜ。待って。いや、犯罪者にやられた。助けて。うっせえな。助けて、犯罪者にやられた。助けて。でも、ハムコースってプレイフォー行ったんじゃないの？この間アップしてたでしょ。プレイフォーのやつ。はい。ん？あ、ごめん、殺しちゃった。はい。あ、やばい、犯罪者です。犯罪者2名、犯罪者1名確認。同じ格好だ。犯罪者確認しました。殺されました。犯罪行為です。どうなってるんですか、この世界は。この世界はどうなっているんですか、怖いです。うわ、YouTube と一緒。僕は、ちょっとここをちょっと構成させます、構成。あ、やられたなんか。やりました、犯罪者1名。こいつ犯罪者です。あ、君の勇者忘れない。浜田くん。いや、犯罪者。殺され、こいつ誰か死なねえぞ。犯罪者だぞ。当たり前じゃん。当たり前じゃん、入りました。ご注文ありがとうございます。当たり前じゃん。あ、ちょっと殺す。やべえ、マジで犯罪者自分で認めてるよ。マジで超怖いんだけど、どうする。ちょっとこいつ構成させようぜ。うるせえ、入りました。うるせえ、入りました。あなた、この間一緒の仲間になろうって言ってじゃないですか。来た。犯罪者。ねえ、仲間になろうって言ってたのに、どうなんですか。仲間になろうなんて言ってないんですけど、誰とか違いちゃった。やばいか。あなた、ちょっと待ってください。犯罪者の家来が一人現れました。うるせえんだよ、おめえら。ヤンキーもいますよ、このセッションは。ヤンキーもいますよ。怖い。おでくり返すことやね。やばい、マジで怖いよ。ここにいます。あとなんか妄想の世界でなんか僕に話しかけてきてる人もいます。怖いです。仲間だろうって言ってんじゃんとか一言も言ってないんだけど、マジで超怖い。あ、犯罪者に殺されました。あなた除外しましたけど、ホストだったんで。こちら現場の浜野です。覚えてないんですか。全然覚えてません。浜野って覚えてないんだ。覚えてません。うわもう。あなたのこと除外しますっつって、この間セッションから退出させた人ですか。ですよね。え、その方ですか。あれ、お答えがないってことですか。アカウント名違うわ。アカウント名違うよね。ああ、大丈夫、それも取ってたから。すげえカッコつけて言ってたけど。すげえカッコつけて、ああ、もう犯罪者です。犯罪者です。怖いです。怖いよー。ゲームで違法改造してすごい PK してる。すごい、しかも開き直ってんだけど、マジで超怖いんだけど、本当にマジでもうたまんねえぐらい怖い。マジでこの犯罪者集団、マジでいつも見てます、ありがとう。マジでいつも見てんの俺なんだよね。うん、しょうがないよね。まあこういうやつらってさ、やっぱりチート行為使わないとやっぱり注目浴びれないからね。もうかわいそすぎてしょうがねえよ。あ、ごめん、ちょっとごめんなさい。ちょっと構成させようと思ったんですけど、ちょっとつい愚痴が死なない。死なない。8隊員。こいつを構成す、あ、聞きたくない。ダメだ。全然粘着特攻が効かないぞ、こいつらには。何も響かない。ちょっともうやめましょう、犯罪行為は。なぜ犯罪、あ、敵が多すぎる。なぜ犯罪をするんですか。マリコさん。HQ。マリコさん。ゲッシング。マリコさん、なんで犯罪行為を始めようと思ったんですか。ゲリピー男が俺のこと殺してんじゃねえよ。え、ゲリピー男で始めようとしたんですか。ゲリピー男で始めようと思ったんですか。うんこが美味しいやつぐらいだよ。
ゲリピー大手で始めようと思ったんですか。悔しかったら美味しくしてみろよ。全然何言ってるか全然話の趣旨が合わないんですけど。デッキが絶対落ちるんだよ。何を言ってるかさっぱりわかりません。喋んな。いや喋んななんて言ってないんですけど。いやお前月々俺の、はい、俺が言う番号5万振り込んどけ。そしたら喋んねえでやるよ。あ出た。おいこいつマジ恐喝したぞ。今激写しました。パパラッチ浜の激写ですね。誰今の言ったら5万振り込んどけ。うーわ言ってはいけないことを言っちゃったね。ちょエイト捜査官、誰が言ったかちょっと捜索してください。ちょエイト捜査官、ちょエイト捜査、こちら浜の警察、こちら浜の警察、直ちにちょっと確保しましょう。容疑者確保しましょう。容疑者この野郎、ちょ今もう言っちゃいけないことは言っちゃいましたよ。バカ野郎、この野郎殺してやるよ。ほらちょっと開き直って面白いような感じで言ってるけど、僕は許さない。誰だ言ったのは。TJ だろ、 TJ ってやつだ。もうこいつだ。誰だよお前呼んでる。ここはもう一人が張ってるんだよ。どれ5万振り込め、5万振り込めって言ったのは TJ だろ。もちろんだからな。何だろう TJ、声目立たないね、意外と全員いると。何 TJ、声目立たないね。ちょ俺も TJ のとこ行きたいんだけど、ちょっと邪魔邪魔しないでくんない。君たちやれた。てめえ俺をやるとは大してやつじゃないか。あ、死ぬ。あ、こいつ死ぬわ。DJ なんとかってやつ死ぬ。DJ のところは行かせ。なんだなんだ、俺のとこに誰来んの。ガキが。アイドルユニットとか AVJ とかだったら全然受け付けるけど。全然何言ってるか分からないんだけど、マジで。お前が言ってることはただ一つ、5万振り込め。俺はしつこいぞ。お前が言ったことは5万振り込んどけって言ったんだからな。お前はもうダメだ。生かしちゃおけねえ。なんだ、大手かかった。生かしちゃおけねえ。やられてしまった。いやなんかそれ俺の真似してんのかさ、お前バルタン星人の真似してんのかわかんねえんだけど、どっち。あ、俺の真似全然似てない。俺バルタン星人かと思った。バルタン星人かと思ったよ。あ、バルタン星人ではなかったの。バイバイ。やらない。 TJ 激破。あ、おい、いけか次ではねえぜ。うるせえよ。イケボじゃねえからな、お前。イケボのふりしてるけど、お前。どこ行ったの、ハーマンと。よし、やば、これ俺の車じゃないんだ。ねえ、あぶ、ねえ。なんだと。あ、じゃあ、ナイス。あれ、ちげえ、こいつ犯罪者じゃねえかよ。ハーマンのミッケー、ハーマンミッケー。フレンドリー。おい、なんか仲間あれしてんぞ、こいつら。仲間、TJ 殺されたぞ、マリコに。ごめん。どこ見てんの。一体の襲撃。おいおいおい、反省したか。反省したのかよ。わかった。子供すぎるって声が。はーい。 TJ どこ行ったんだよ、あいつ許さねえ犯罪者。 TJ 関係ねえだろ。 TJ はプレイヤーなんだよ。何言ってるか分かんない。平和のプレイヤーなんだ。俺は警察なんだよ。ごめん、なんか主語がないから分からない。俺はな、実はな、警察なんだよ。何言ってるか分かんない。カタカタカタしか分かんない。カタ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 。俺はな、実は、カタ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 とか言って意味が分かんない。何言ってんの、これ。みんな分かんの逆に。俺は全然分かんない。みんな逆に分かんのがすごい。入り口どこや。許さねえ。犯罪者。マリコ犯罪者。はい、犯罪者です。お邪魔します。お前すげえ、ここなんか前さ、かっこつけてるやつでしょ。こいつマジで超うぜえから、大切めーすとか言って俺のこと除外したやつでしょ。あ、お前邪魔だったの、あの時。うん、しいし。でね、俺に言いくるめられてた、ね。マシンガンがもう、すごい、ね。行動かもう殺されまくってんのも捨てちゃうの。うん、全然。あ、僕の動画見てないね。僕の動画見てるよ。見てんの？見てんのに殺されてるのに、殺されてるのに乗せちゃうのっていうの？いや、あんまり殺されてるのは思ってないけど。いや、俺殺されてるのばっかなんだけど。小学生 VC に発注してるやつでしょ、あなたが。うん。いや、僕チーターにボコボコにされてる動画見せてますよ。あ、そうなの？乗せてますよ。だって
はい。チャンネル登録してあんまりいいのないんじゃない、もしそうか。ん？何何？一本取られたぜ。あの、楽しそうな動画ないんだよね。楽しそうな動画がない？うん。じゃあ見なきゃいいじゃん。でも、これはね、好きだから、好きだから。え？なんで楽しそうな動画ないのに俺のチャンネル登録して見てんの？無抵抗ならすぐ出てくるかいい。そんな怒んないよ、つかんないって。いや、怒ってないよ。聞いてるの。なんで怒ってるってなんの？なんか、急に動画変わったよ。変わってない、変わってない。じゃあ、押しててくださいって。うわぁ、持って、お前、ちょっと、ま、最初お前だったな、確かに。あら、お答えできないんですか？ごめん、浮気したわ。お答えできなくなっちゃったの？あれ、マリコさん、仕方ですか？先の人になるから、無視？お前がもう、いや、お前、うまい。今の前やっぱりチーターさんってすぐ都合悪くなっちゃったら無視しちゃうで逃げ越しだもんね。マリコ、マリコさん、ね、逃げ越しだもんね。あん時も俺に言いくるめられてさ、俺のこと除外しちゃったもんね。ほんと逃げ越しだよ。ほんと逃げ越しなのに、なんでさ、そんなにさ根性もなくてさ、逃げ越しなのにさ、なんでチーターになろうと思ったの？あ、ごめん犯罪者。荒れてるな、あそこ。なんでですか、マリコさん。教えてもらっていいですか。あ、じゃあ俺を殺せるから。別に意味ないでーす。あれ、お答えできなくなって、どんどん詰められて何もなんか声が出てこない。あなたが今声のトーン変わってますけど、必死に僕のこと殺してますね。そんなにあの時悔しかったんですか。あれ、聞いてくださいよ。はい。何ですか。悔しくないですよ。楽しんでますよ。全然楽しそうじゃないですよ。なんかネクラみたいな感じで。楽しい。今、一生懸命鼻の玉の、はい、こう、何、出現スイッチを探って、あ、痛い痛い。いや、もう、全然カミカミなんですけど、言いたいことまとめてから言ってください。言いたいことまとめてから言ってください。言いたいことまとめてから言ってもらっていいですか、犯罪者さん。どうぞ、パッと。はい、犯罪者です。何、犯罪でも。犯罪者って開き直ると、あ、それ、この間も。クズですよ。はいはいはい。マリコくんってさ、なんかよくわかんないけど男の子なのにそんなアカウントもつけてるし、え、もしかしてリアルでモテないからってそういう女の子に、あ、俺チーターでお前のこと守ってやるよとかって言っちゃってるタイプ気持ち悪いんだけど。しかもなんか俺の真似とかって言ってるけど、ね、どあ、見覚えあるこのバイキンマンのクソダサいクルーエンブレム。お前はバイキンだって言ったことあるわ。うん。フリーザよりいいと思いますけど。なんでじゃあこの、その根拠は、その根拠は悪の何ですか。え、フリーザよりいいと思う。え、フリーザ戦闘力53万あるんだけど、バイキンマンとかってワンパンで死ぬじゃん。え、どこがそういうのでは、なるほどね。でしょ、フリーザよりマシな理由じゃお答えくださいよ。お前すごい嫌なとこあるよ、バイキンマン。バイキンでしょ、まず。名前にバイキンが入ってます。で、アンパンマンにワンパン。はい、どこがいいんですか。フリーザ53万戦闘力。はい、で、最新の映画ですと100万超えですけど。はい、バイキンマンの良さは答えられないんですか。え、自分のクルーエンブレも答えられないの。俺だったら答えられるんだけど。いや、俺だったら答えられるよ。フリーザよりバイキンの方が強い理由は俺だったら答えられる。じゃあ答えて。いや、無理。なんで無理なの。いや、無理無理無理。なんで無理なの。俺がそれを言ったら、俺がそれを言ったら、じゃあそれですっていうのがオチだから。いや、どうせ考えついてないだけで。いや、考えついてんだけど。じゃあお前答えてみろよ。いや、そうやって言うのも分かってる。そうやって言うのも分かってる。あなたたちが無理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 、逆に無理。じゃああなたの案を先に言ってもらったらいいよね。あなたの案を先に答えたら俺が答えたら、その間に考えるの。でその間に考えるとかじゃなくて、お前も考えてるから、はい、もう言って。じゃあ、ポンポンポンって言ってこうぜ、じゃあ。だから考える時間とかないから、ポンポンポンって言ってこい。はい、どうぞ。いや、考えつかないから言って。無理無理、そういう気持ち悪い答え求めてないから、一生懸命考えて言ってこい、じゃあ。各12日、あなた味方いることでもない。いや、聞いてる。聞いてる、聞いてる。何、はい、お前大丈夫。何？最初からいたよ。知ってるよ。最初からいたのは知ってる。ね、聞いてる？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 最初からいたよ。だから知ってる。うん。はい。で？それじゃなくて、あなたが言ったからって。何を言ったんですか？あなたが言ったからって勝手に決めつけられても困るんだけど、何を言ったんですか？へ？ね、へとかじゃなくてさ、もう言葉大丈夫マジで。主語ねえんだよ。受ける？受けない。全然受けない。
むしろお前が受ける、意味がわかんないことについて受けるよ。だから暴言が何なの？だから俺が暴言言ってるから、あなたもチーターのことも、あのその脅迫っていうのも言えませんよねってことが言いたいの？うん、だからそれが言いたいんだよね。俺が暴言を吐いてるから、仮にね、じゃあ仮にじゃあ俺が暴言を吐いてるから、あなたはチート行為も犯罪行為とも言えないし、脅迫ってことも言えないよねってこと？規約違反なだけだよ。規約違反なことは別にしてないよって言ってんの。規約違反なことしてんのはあなたのお友達だよ。ねえ、これゲームで違法改造してんの分かる？だからブスとかなんとか言ってるのは暴言ですよ。暴言の一つですよ。あ、じゃあブスって認めるってことでいいですか？え、暴言なんですよね、ブスって。僕ブスなんて別に暴言だと思わないんですけど。それはあなただけだよと思ってるの。え、本当ですか？え、僕は別にブスっていうのは暴言だと思いません。じゃあ何だと思うの？え、ブスそのままです、言葉です、言葉の通りブサイクってことです。あ、じゃあなんであなた見てないのにそれがわかるの？想像です。想像でものを言っていいの？はい。相手を傷つけるようないうことは暴言になるんだよ、はい。あ、じゃあ傷がついたってことはブスってことですよね。え、なんでそうなるの？え、だって傷がついたんですよね。傷ついたんでしょ、ブスって言われて。え、別にそこさ、いいじゃないですか、ブスって認めても。じゃあ可愛いんですか？え、じゃあ可愛いですね。可愛いですね。え、じゃあこれも暴言になるんですよね。可愛いって別に暴言じゃないけど、言い方によっちゃ暴言になりますよ。可愛いですね。意味が分からなくないですよ。あなたが言ってんのは、でも僕は別にブスはですね、僕は暴言だと思わないんですけど、意味合いによっちゃ全部暴言になりますねってことなんですよ。いや、本当に可愛いね。これ暴言じゃないよね。本当に可愛い。本当にマジで可愛い。これ暴言じゃない。でも、この可愛いをちょっと変えることによって、おい、てめえ、可愛いですね。これ暴言になるよね。ブス、あ、ごめんね、傷つくんだよね、これ言ったらブス。あ、なんかそういうので煽ってることも、あ、本当、じゃあ煽られてると思ってるってことでブスでいいんだね。普通に言ってるんだけど、はい。え、じゃあいいんですよね、別に。じゃあ解決したじゃないですか。あなたのお友達は違法改造している人たち。で、あともう一人 TJ さんっていうのは5万円振り込めっていう恐喝をしているやつら。で、お前は上げ足状でいいかな。ほら、お前のない頭でさ、僕が難しいトークするとついてこれないでしょ。だからレベル合わせてあげてんだよ、ブスとか。わかる？え、なんで？そこ言ってるやん、ブス。もうちょっとレベル上げちゃうとついてこれないからね。はい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 。わかったわかった。はい、もう。はい、はい。話になんないもの。話になるじゃん。いや、なんないじゃん。じゃあ俺は通報しときます。通報。僕通報しときますね。通報しときますね。暴言で。あ、いいですよ、暴言で。僕、脅迫で通報しとくんで。私もいつ脅迫しましたか？あなたじゃありません。なんで私に脅迫しとくんですか？じゃあ、あなたじゃないんですけど、TJ さんです。あ、なんで、じゃあ、あ、そう、しとけばいいじゃん。はい。じゃあ、仲間そうやってすぐ売っちゃうんですね。今、必死に仲間のために、すごい言い合ってんのに、すぐ売っちゃいましたよ。皆さん、いいよ、別にっつって。だってそれが脅迫だって言っても、それはもうあなた折れないでしょ。だから、じゃあ脅迫じゃない理由をじゃあ教えていただいていいですか？じゃあ TJ さんがね、今日これ脅迫じゃないっていうその明白な答えを教えてください。あのね、はい、あなたはね、さっき好きでもう終わった話をまた掘り返してまた別の話を、だからいつ終わったんだよ。お前が勝手に終わらせて次に進もうとして戻ってんだろ。だからその脅迫だと何だろうの話さん、もう分かったよってさっき言ってたよね。いや、脅迫ってことは認めたって分かったってことなんだね。だから私もあなたの暴言に対して、いや、それはもう置いとけよ。話終わってどんどん進めんな、お前。そこで終わってねえから、そうやって先になんかもうあれな、ぐちゃぐちゃになるでしょ。TJ さんが言ったことは、じゃあ脅迫だってことは認めるんですね、あなたは。TJ さんが言った言葉は、TJ さんが言った言葉は脅迫だってことは認めらっしゃるんですね。だから、それに関してはなかったりそうだなって思ったから、私はもうこれ以上何も言ってない。わかりました。じゃあその言葉を待ってたんですよ。ねえ、浜野さん。何？ DJ は聞いた。あのね。DJ も聞いたな。聞いたからよ、本当に。あのね。ごめん、何言ってるかわからないんだけど。マインドアップトークしてもいいんじゃないから、ちゃんと人の話聞いて、ちゃんと、なんていうの、言葉を交わさった方がいい。別に、それは個人の自由でしょ。
個人の自由だよね。別に俺お前の話なんて聞こうと思ってないけど、君が話を聞いてくれって必死に言うから今こうやって話聞いてあげてるだけだもん。ねえ、あのさ、俺にさ人の話を聞けっていう前にお前俺の話してる時に上からかぶせるのやめた方がいいよ。なんか春が死んでるぞ。いやもう終わってるから。だから俺が話してんのに、ほらね、俺が話し終わってんのにかぶせるから、じゃあいいよ聞くよっつって俺が言ったことがもう聞こえてないんでしょ。はい、どうぞ。ほらはいどうぞ。ほらやり返されちゃってんじゃん。気持ち悪いんだけど。何何で、もう言ってること言ったから、言ってること言ったから、お前がついてこれてないだけ。ほらまたかぶせてるぞ。メシンガントークなんてやめた方がいいですよとかって言ってるけどさ、俺が喋ってるのにお前がかぶせてくるから、お前が不愉快な気持ちになって理解力もね頭でさ、でもうそこで納得もできてないわけじゃん本当に。だからブスって言われちゃうんだよ。ねえ話が進んでないのはお前のせいなの分かる？ねえ、はい分かりました。はい、はい、じゃあ分かりました。じゃあ用ないです、さようなら。はいさようなら。はい、雑魚でーす。犯罪者の女王撃破。待てねえお前、人が一方そのまま女がしてんじゃねえぞ。それね、注意棒だぞ。だからブロックしたの分かるかな。いや、その言葉そっくりそのまんまお返ししますよ。えー、